クラウディア・ウェルズはマレーシア出身のアメリカ合衆国を拠点とする女優、実業家。身長163センチメートル。体重52キログラム。カリフォルニア州在住。代表作は SF 映画、バック・トゥ・ザ・フューチャーなど。1966年、マレーシア、クアラルン・プール生まれ。彼女は幼少時代をベネズエラのファルコン州、プント・フィホで過ごし。 サンフランシスコの高校を卒業後、いくつかのテレビ番組に出演。1985年に、バック・トゥ・ザ・フューチャーで、マーティ・マク・フライの恋人のジェニファー・パーカー役を演じた。しかし撮影中に、彼女の母親がガンと診断され、ウェルズは、続編の2作品には出演しないことを決意した。公認には後に、オスカー候補にもなるエディザベス・シューが抜擢された。また同年、 レーガン政権が支援したストップザマットネスというアンチドラッグを歌うミュージックビデオで多くの有名なミュージシャンや俳優、アスリートたちと共演した。翌年、テレビシリーズベイビーズ・ハビング・ベイビーズとファーストタイムズに出演。ファーストタイムズは1982年の人気映画ファーストタイムズ・アット・リッチモント・ハイをテレビシリーズ化したもので、ウェルズは フィービー・ケッツが演じたリンダ・バレット役を再演した。この作品の後、1996年のスティル・ウォーターズ・ボンまで女優活動を中断していた。2010年、ウェルズは25年ぶりにバック・トゥ・ザ・フューチャーのジェニファー役を演じる機会を得て、バック・トゥ・ザ・フューチャー、ザ・ゲームの声優として復活した。女優業としても長いブランクがあったが、2011年にサイエンス・フィクション、 エイリアン・アルマゲドンに復帰した。また、次の計画として2014年公開予定のホラー、映画、ルームボードに出演すると公表している。彼女は1991年より、ロサンゼルスのスタジオシティで、アルマーニウェルズというメンズファッションの店を経営している。1995年にセバスチャンという息子を、出産した。ありがとうございます。